バーニー・フシミ・ハジロは、日系アメリカ人のアメリカ陸軍第442連隊戦闘団一等兵。第二次世界大戦時の活躍により、名誉勲章受賞者となった。第一次世界大戦中に、広島県からマウイ島に渡ったの両親のもと、人兄弟の2番目の子供として生まれる。家庭は貧しく、兄弟のうち2人は、幼少期に亡くなっている。 バーニーも家計を助けるべく学校を中退し、砂糖キビ畑の手伝いを経験した後、ホノルルで公安労働者として働いた。1941年12月の真珠湾攻撃の直後に陸軍へ徴兵され、公兵大隊の一員として単純作業に従事した。1943年3月に 自身と同じ日系二世で編成された第442連隊戦闘団に参加することを申し出た。442連隊はヨーロッパに派遣されて1944年5月にイタリアのローマ北部でナチスドイツ軍と戦火を交えた。そこから442連隊はフランスに移動して1944年10月19日に 同国東部のブリュイエールとビフォンテーヌでの戦闘に参加した。同日から10日にわたって、ハジロはその戦いぶりからたびたびその名を知らしめることとなった。10月19日には、味方を助けるべく自ら敵の攻撃の標的となり、3日後には仲間と共に敵のパトロール部隊18名を待ち伏せて撃滅した。10月29日のボージュ脈において、 ドイツ軍に包囲された、いわゆる、失われた大隊の救出作戦の際には、肩と手首を撃たれて左腕が麻痺してしまうまで、独力で二つのドイツ軍の機関銃座を破壊した。彼は、モンテカルロにおいて、再び442連隊に合流することが、できたが、怪我によって、除隊を命じられ、治療のために帰国することとなった。 1944年10月の一連の行為によって、ハジロには、除退前に、主君十字章が授与された。1948年には、失われた大隊の救出に貢献したことにより、イギリス政府から、武君勲章が授与された。1990年代になって、すべてのアジア系アメリカ人の主君十字章受章歴を再調査したところ、 名誉勲章に格上げされることとなった。2000年6月21日にホワイトハウスで取り行われた式典において、ビル・クリントン大統領から名誉勲章が贈呈された。2004年には、フランス政府からレジオンド・ヌール勲章を授与された。2011年1月21日、ハワイ州のワイパフで死去。ジョン・ウィリアム・フィンが2010年5月27日に、 没した後は最高齢の名誉勲章受賞者であった。ハジロが受賞した名誉勲章には下記のように記されている。2006年。ありがとうございます。